は欧米に投資が普及した理由ねまあこれあのえー、っとですね日本人は投資が怖いと言って普及しませんねええー、まあだから政府がね NISA とか ideco でねえー、これしようかなまあいいや普及に必死になってますよねでねじゃあなんで欧米に投資が普及しているのかっていうねこれ理由ですね これね、いろいろ考えたんですけどそういえばね42歳頃でしたね大手証券に勤務してね夢だった外資系証券にねヘッドハンティングされましてまあニューヨークとか、まあ、ロンドンパリでね、えー、アナリストとしてね大活躍して年収1億とかねそういうのを狙ったんですけど、まあ、まあでも挑戦はしたんでねうんよかったんですけど。 これスイス系のね証券だったんですが不動産バブルがはじけた後でね90いつだっけな93年頃か92年92年ですなということは、えー、でね不動産アナリストだったんでねこの時期が悪かったですねすぐ本部から人が飛んできまして、えー、同時に入った3人だったかな あの英語のペラペラの人もいたんですけどリストラされちゃいました。でもうねもうこの証券会社は多分日本にはないんじゃないですかで香港とかシンガポール行っちゃったんですよね。でねつまりねこ,んここでね僕分かったのはね外資系っていうのはリストラ当たり前なんですよ。で私留学してるんでねその辺のことも分かるんですけどあのなぜならっていうね ディストラになってもね、経験があれば、いつでも他で働けるっていうね、これなんですよ。ところが日本はね、ディストラになって4 0人で働こうとしたらね、えー、まあ今なら派遣ですね。で、当時はほとんどなかったですね。つまりね、日本っていうのは終身雇用の国だったってことなんですね。これ気づくのは私遅かったんですけど、まあでもね、 あのつまり新卒一括採用年功序列終身用でしょ。で皆さんも今学生の方これになんとか入ろうと思ってね頑張ってると思うんですけども欧米に比べるとねやめさせられない判例っていうのがあってこれまあまさに社会主義ですよね。官僚社会主義。満州社会主義っていうかね。で最近はねそれでも45歳以上早期退職とか 働き方改革とか残業規制とか派遣制度とか海外研修制度があってね半分ぐらいはもうそういう人もあったんですかね働いてる人のね基本はでも退職時に高額な退職金と年金がねもらえるっていうんでね高額な退職金と年金ですよねそういうまあ強調しなきゃいけないんですけど だから日本にはね投資する必要なかったんですよ。だって会社に勤めてるの会社が積み立ててくれて、えー、だから年金の場合はあの倍でしょ退職金はこう積み上がっていくわけですから。で欧米はね、えー、資本主義のご本家ですんでね、もともとほら東インド会社なんてのは、 アジアにそのね冒険的なその何て言うんですかあの貿易を求めてでそれに出資してその出資に対して配当金を配るっていうのが春主義のえね株式制度のもとなんで非常にその配当をたくさん何とかしてもらおうっていうそういう制度なんですよだからね新卒で採用する習慣ないんですよでこれに留学してはか,かったんですけどね えと向こうの人もねあのだから勉強の仕方がすごいんですよ一回働いて大学院に来るとかね、あのー、あとまあ企業で試験的に勤めさせてもらってその能力のい人だけ採用されるとアナリストなんかもそうですよねそういうあの向こうの本を読んだことありますけどだから専門職でないと採用されないんですよねだけど 専門職であれば別に辞めさせられてもすぐここ行けるんで、だから、ここ大事なんですけど、日本の大学は遊んでるでしょだって、あの、会社入ってしまえばね、コネでも何でも。だってもう一生最後までやっていけるわけですから。まあ、その、飛ばされたりね、いろいろあっても、まあ、辞めさせられることはないわけですよ。ね、基本はね。まあ、昭和は解けてそうだったわけですけど。 う欧米の大学はね、なんかね、専門的な技がないとね、就職できないっていう厳しいんですよ。だから寝ないで勉強してましたね。だから、ものすごい本の量をね、読んで、で、発表もうまく、うまくやるしね。そういうことなんですよ。これ実際に留学してみました。これ実力の世界。だからね、欧米ではね、あの、給料っていうか、会社が安定しないでしょ。 なんで投資すすするようにななったんんででこれが基本終身雇用の習慣ないし退職金なんかがっぽり最後にドーンともらえないんでまああの、まあ、短い間ですぐ退職金結構もらうっていうのはねあの外資系コンサルタントとか外資系のファンドマネージャーとかありますけどね基本的には終身雇用の習慣がないんで投資が発達したっていうことなんですね。 経営者っていうのは利益を上げ投資家に配当金を配るのがこれ役割なんです。ところがね、一方日本はね、竹中小泉以前ね、えー、新卒一括年功序列終身雇用。これが一般的で定年まで安定して働けて、最後は多額の退償権をもらえる。ってうんでね、資金運用の必要なかったんですね。ところがこの80年代日本がね、やりすぎまして、これハリウッドの映画見てもらうとわかるんですけど、 ライジングサンとか言いますかね、見ると日本はね、もう相当恨まれてまして、ね、アメリカのし、えー、と土地とか買いまくって、で、日本封じにね、欧米がね、一気に走ったわけです。で、その時に軍事技術だったらネットを活用してね、ガーホーを育て、まあ、日本で言えば三木谷さんとか孫さんを育て、で、ネットと英語と共産権の資本主義化と工場化でね、日本から生産を奪って、 日本を追い抜き骨抜きき骨にしたわけですねそして、えー、小泉竹中あ両名によりまして不動産バブル崩壊されまして財体財閥解体ねだから外資,外資系の外人があの株主があ所有してますよねかなりの量もあの所有してるんで日本の株式はね外人投資家ばっかりになってるわけですでその後派遣制度、ね、海外研修制度導入して で要するにこれはね、利益の中から人件費を減らそうとしてるわけです。それで配当に回そうっていう動きなんですよ。これ簡単に言うと。で、45歳以上は早期対象でしょ。で、働き方改革で、要するに年功序列とか、あの、ブラブラね、仕事もしないで、部長職みんなもらってね、遊んでっちゃダメだよっていう働き方改革の残業なんかさせないよってことでしょ、これ。で、外,外人投資家による日本企業支配が完成したわけですね。 で、その自己株買いやれとか、配当を増やせっていうことで、もうのき、ね、欧米並みの資本主義が完成したわけです。だから、まだまだ日本はね、これ解体されていくと思うんですけど、そうなると、個人は嫌もなく、欧米のように自己投資して、勉強して、投資をしてるを得ないと、こういうことになりますね。じゃあ、投資は何だっていうと、私のブログでもずっと言ってますけど、YouTube でもね、投資はもう、不動産投資と株式投資ですね。まあ、FX も 含めますけども、えー、株式投資と FX と不動産投資。ね、日銀による ETF 買いとか NISA アイテコなどの年金資金で株を買っていくという、ね、でいう時代になりまして将来は、ね、90歳まで働くという時代で年金は縮小していくでしょうし社員は一部以外は、ね、全員派遣になっていくでしょう。で不足分はもう海外研修生で補っていくという時代ですよね。で個人は 企業と派遣やフリーランスで契約で働くと。そうなりますと不動、個人はね、株と不動産と FX で資産を貯める時代になったと。こういうことなんです。でね、じゃあ不動産投資どうしたらいいかというとね、まずはね、相続した親の家を修理して貸してみましょう,うこれが一番簡単です。で、そこで、お抱かえか不動産、お抱えコ務テ、お抱かえか税理士を作っていきましょうということで。で、個人のこういうね、不動産情報アットホーム。 県屋さん、楽町不動産ジャパンで探してみよう,ようということですね。でネットには不動産のメンターがねいらっしゃいますし YouTube では、まあ、修理のやり方も解説してます。一つうまくいったらキャッシュフローが出てくるんで徐々に増やしていくということでね慌てないで徐々にでいいと思います。で戸、えー、建ての貸し、えー、をやった後はね中古マンションを買ってみるとか、まあ、81年以降のね新耐震ですね。で中国 中国の4キロのアパートからね始めてみるとあの新築よりね、えー、これの方が可能性あるんででこうやって増やしていくわけですねそれであ,のある程度キャッシュフローが増えてきましたよね法人化したりね、えー、奥さんとかあの子供さんを <laughs> 従業員にしてね資産を分散していくわけですけどもでそのキャッシュフローが余ってきたらこいよいよ証券投資が次のターゲットということでね えまあ一番いいのは世界株をネット証券でノーロードで買おうと、ノーロードって手数料が安いってことなんですけど、不動産からのキャッシュフローでね、ここでね、一応一番大事なのは PBR1 以下の安い株を買うと。PR とかね、もう無視でいいです。PBR が全てです。だって一株当たりの純資産でしょ。これね、PBR ってね、通常は買収の時の値段設定なんですよ。 これれ有料級の情報でですすよノートで売れますあのね村上ファンドね常にこの PBR が1以下の安い株しか買ってませんよ分析してねでね昔は私不動産のアナリストでね福見師さんということでこの、えー、普通は不動産って原価で買ってたんで昔は福,福見師さんがあったんでそれを評価するっていうね、えー、流れがあったんですよだから不動産のアナリストって成り立ったんですけど今はあのー 会計制度がね。自家制度になっちゃって原価じゃなくて時価なん,もんだから、あのあのあ持ってる不動産が非常に高くなると、それ評価しなきゃいけなくなってるわけですね。下がったらそれもあの減しなきゃいけないわけで。いうことなんですよ。だからそういう時代になったってことなんですね。だからえー、だから1株当たりの資産でもって評価して、それがその買収の価格になったわけです。 で、あとね、お金持ちはね、25%は現金で持ってましょうっていうことでね、リーマン金の暴落が来れば、果敢に買っていくと。こういうことです。これもポイントですね。だから、証券と金利はね、逆相関っていうね。これ非常に重要なんで、カナリアとしてね、私はリートファンドを持つことをお勧めしています。リートが下がってますね、今ね。これ見てもらうとわかりますけど、リートが下がってます。つまりね、金利が徐々に上がってるんですよ。金利があるとね、 資産価格下がります。不動産も株もね。だから25%キャッシュで持っておきましょうということですね。それからね、アベノミックスもそろそろピークじゃないですか。安倍さんももうね、これ以上総理続けるのは無理でしょう。そうするとレームダックになるんで、次の、ね、首相を求めてね、とりあえずここでね、えーまあ、オリンピック終わっちゃえばね、一気にガラが来てもおかしくないと。 いうこ,となんでここから投資するのは、ね、慎重にした方がいいと思いますねこういう時期はね、えー、自己投資ということで投資の本不動産投資株式投資 YouTube ブログセミナーに参加して自己投資に充てるのがいいと思いますその成果を、まあ、ブログや YouTube やノートで発信していくというのも聞き方ですねでもう暇な時は転売やアフリエイト転売やアフィリエイトをやってこれ投資の待機中の絶好の暇ぶしということでございます ということでね、えー、私の得意な、ね、話をいたしました。欧米に投資が普及した理由というのをお送りいたしました。はい。ということです。